車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。5月7日日曜日、ゴールデンウィーク最終日ですけども、いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、しんみりという人もいればね、もういい加減ね、普通の日に、日常に戻りたいなんてね、人もいるんでしょうね。家族サービスね、に疲れちゃって、もう普通のね、日の方がいいんじゃないかみたいな、そんな方もいれば、もうちょっと休みたいな、なんかあっという間だったなーっていうのでね、ちょっとしんみりな方もいると思うんですけども、ぜひね、日曜日のこの時間、ちょっと寂しくなるかもしれませんが、元気よくね、このラジオお伝えしていきたいと思います。早速ですけどもね、5月2日ですね、月の初めなのでね、すごくこういろんなね、経済指標が出てきたんですけども、私が一番気になったのはアメリカのね、新車販売台数、こちらが発表されてますと、4月のね、アメリカの新車販売台数なんですけども、やはりね、予想通りですね、142万6126台ということで、前年同月比の 4.7% 減ということで、減少は4ヶ月連続ですと、このラジオでもお伝えしたことがありますけども、車っていうのはやっぱりこう経済的に、ね、余裕がある時に買うものですよね。めちゃめちゃこう何節約しなきゃいけなくて、給料も下がってると、だんだんもう昇給もないし、もうその出世する感じでもないと、で給料が下がっていく中で、よし車でも買うかっていう人はあまりいないですよね。やっぱりイケイケの時に買いますよね。給料も上がっていくし、なんかその、ね、どんどん昇進もするし、給料だったりボーナスも上がっていくと、じゃあ車でも買うかなみたいなノリなんですけども、何せこの4ヶ月連続で減少ということは、アメリカのね、このなんていうかな、景気もいよいよねピークアウト、天井に近づいてるのか、早くも下降に向かってる感じがすごく強まってきましたね。車に関しましてはですね、値引きの原資、インセンティブですね、インセンティブの奨励金だけはこう非常にね、歴史的に高水準に積み上がってるんですけども、車自体もね、在庫もね積み上がってますということで、売れないんだね、その奨励金があっても。なのでこれはね、結構ねアメリカの自動車市場は先行きがかなり懸念ですね。というところで、フォードね、アメリカのフォードだと 7.1% 減、フィアットクライスラーオートモビルだとが 6.8% 減ということで、軒並みね大手が本当に減になっておりますと。で3月まではね結構好調だったゼネラルモーターズね、 GM も 5.9% 減ということで、なんかアメリカはテスラがね調子いいぐらいで、他はもう全滅に近い感じですね。で日本の市場もですね、日本メーカーですね、日本メーカー側もちょっともうアメリカでね売ってる車もあるんですけども、トヨタ自動車が 4.4% 減と、でホンダが 7% 減、日産自動車が 1.5% 減ということで、なかなかこうね、市場の低迷に反映して、アメリカの、ね、市場低迷反映してんのかなっていう感じですが、スバルだけね 3.9% 増ということで、スバルはね好調なんですね。あとね、例のね排ガス不正問題ありましたよね、フォルクスワーゲン、こちらもね結構増加基調らしくて、なんかよくわかんないですね。もう排ガスとか一回ああいう不正やったらね、その車買わなきゃいいのにね。まあ時間が経つとね、記憶もあやふやになってきてね、買っちゃう人もいるんでしょうけども、フォルクスワーゲンは、結構ね増加というか数字は良かったみたいです。まあ、この車が売れなくなるとね、世界的なね不景気になりまして、アメリカ経済がね落ちるとね、日本経済もそれにね結構巻き込まれますから、かなり5月はねセルインメイといって、まあ、株は売っ払って、もうとっとと逃げろというのは市場の格言なんですけども、やっぱここへ来て5月はやっぱ売ってね逃げた方がいいのかなっていう気が、この自動車販売の数値から読み取れる感じがしました。続きましてね、同じくドイツなんですけど、こちらもね国内のね新車販売台数ね、ドイツのね4月の販売台数が発表になっておりますが、こちらはね前年同月比 8% 減の29万697台ということなんですけども、2ヶ月ぶりに前年実績は下回ってるんですけども、4月自体がそのお休みが多かったんですかね、普通の営業日よりもまあ3日間少なかったと、去年の4月よりも営業日が3日少なかったということで、その分の落ち込みかなっていうところで、まああまり懸念はない、ドイツはね、いい、まあ普通なのかな、これでも。8% 減で3日少ないということで、もうどうなるのかなと思いますけども、あんまり市場としては心配してないみたいですね。なので、ドイツ自体としては市場の回復基調には心配がないよと言っていますと。で、先ほどちょっとお伝えした、次のニュースのテスラですね。こちらね、私再三言ってましたね、テスラはやばいんじゃないかと。今ね、うなぎ登りで、GM 超えましたよね、4月に一瞬。GM 超えるも、一番のこう、風になってしまって、時価総額がね、上がってしまったんですけども、やっぱりここへ来てね、私が目をつけた通りですね、このテスラに対してリスク視する人が増えてきましたね。
結構ね、テスラはね、決算発表したんですよ。そしたらね、決算見たら良かった。前年同月比の同期比の 2.3 倍ということで、売上高は半端じゃなく良かったと。 2.3 倍も売れたらね、素晴らしいですね。急成長、市場も評価してますよと。で、まあ、GM も上回ったんですけども、こうなんとね、一株あたりの赤字幅が市場予想よりも拡大してるんですね。結構今回の決算で売上は伸びたけども、不安な一面も出してしまいましたと。で、7月にね、価格の安い量産車種を投入ということで、例のモデル3ですよね、モデル3の製造が本格的に始まりますよというところで、なんせテスラはね、開発が遅延しますから、モデル3が、ね、遅延するとね、モデル3ベースで作るモデル Y、 こちらも引きずられますので、ここへ来てね、テスラはちょっと若干下がってきましたよね、テスラの株もね。で、私もちょっとそれでね、ある程度ちょっとは儲けさせてもらったんですけども、テスラはね、ここからガカンでもっと行くんじゃないかなというところで、恐る恐る私はね、売ってっちゃおうかなと、どん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 売りで入っていこうかなと思っております。テスラのこのなんていうかな、まあ、投資家がこうね、催眠状態から覚めるのが先か、テスラが結果出すのが先かというところで、かなりね、こう神経質な展開なんですけども、まあ、私もそのテスラは大好きなメーカーなので頑張ってほしい反面、ちょっと市場があまりに過熱気味なのでね、この過熱してるところは、まあ、チャンスと捉えてどんどん売りで入っていこうかなと思っています。なのでこのテスラはね、ほんと目が離せない感じがします。ちょっと今日ね、最後のニュースになりますけども、ホンダのね、昔プレリュードっていう車があったんですけど、皆さんご存知ですかね。当時はやっぱり最強のね、デートカーとして言われてましたけども、なんで最強のデートカーかっていうと、運転席側から助手席を倒すことができたんですよね。というわけで、プレイボーイではね、ご用達な車ってわけですけども、そういった車がなかったんでね、運転席側から、今だと、トヨタの高級セダンとか、まあ、レクサスとかもそうでしょうけど、ね、運転席側からパワーシートも動かせますよね。ボタンがあってね、運転席からこう、助手席のシートってこう、倒したりできるんですけど、当時そんなのね、パワーシート自体が珍しかったし、こうアナログの操作っていうのが手でレバーで動かすだけなんですけど、それでね、運転席側から助手席倒せたっていうところで、まあ本当ね、最強のデートカーだったんですね。あとプレリュードっていうと 4WS ですかね、四輪操舵システムね、こちらもまあ後ろのタイヤが曲がるということで、かなりその CM でもね、リアタイヤがクイッと曲がるところが採用されたりしていて、かなりその珍しさはあった車だったんですけども、こちらのね、なんとプレリュードがね、なんかどうも復活する可能性があるみたいですね。これまだ確約というか、メーカーが発表したわけじゃなくて、結構すっぱ抜いてきたような記事なので、真偽のほどはまだ疑問なんですけども、どうもね、プレリュードが出てくるみたいなので、楽しみですね。やっぱ2ドアの車とかって今なかなか出てこないので、やっぱりこうコンパクトカーだったり、ミニバンっぽかったり、なんせ SUV が多いのでね、このスポーツカータイプの2ドア、で、こうちょっとこう、シャレた感じっていうのかな、デザインが重視みたいな車はなかなか出てこないので、今回ねこのプレリュードが出てくると、あ、ホンダとしてまたね、ホンダらしさが復活するといいなって感じがしております。ですので、ね、私このプレリュードは、もし出てきたらちょっとね、見に行きたいなって感じがします。ほとんど思い出というか、ね、なんか当時が思い出す感じがしますね。私はプレリュード乗ってなかったんですけども、大学の時の先輩がね、乗ってましたね。サードプレリュード、サードとセカンドもいましたね。サードとセカンド乗ってる方いらっしゃいまして、まあまあかっこよかったですよね。なんか大学生ぐらいが乗るにはちょうどいい感じでしたね。なんかこうそんなに高くもなく、まあ現行だとちょっと古かったので、中古車市場でもね、5、60万とか100万しないで手に入ったんじゃないかな。なのでそれぐらいの車だとね、大学生が乗っても嫌味じゃなくて、なんか非常に健全な大学生だったなって感じがしますね。はい、ということで今週の1週間のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはですね、ちょっとゴールデンウィーク中だったということで、パトカーのねお話をしたいと思います。ゴールデンウィークとパトカーはね、全然関係ないじゃないかと思うかもしれませんが、結構ゴールデンウィークでいろんなところに行くと、まあ、パトカーいっぱい走ってますよね。警備も意味もあるんでしょうけども、いろんなところでね、パトカー目撃したよなんていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、高速道路なんかいるとね、連休なんだけども、ね、こう路肩の方でね、捕まっちゃってる人がいたりとかしてね、あれ切ないですね。なんか見てる方もなんかちょっとこう警察に対して腹立ちますよね。こんな時にね、何も捕まえるなよと。
あとこうね、私が今回ねゴールデンウィーク中に体験したのはですね、まあミニパトが止まったんですね、あの交差点で。でもミニパトだと、なんかこうね、ちょっと、いいこぶって運転しなきゃなと思って、こうね、硬くなって、こうね、しっかりこうね、左右確認して曲がってったんですけども、そうした途端にいきなり、うーと言い出して、まあ、ミニパトが急に出撃したと思ったら、ちょっとなんていうのかな、私じゃないんですけど、違った方がね、黄色信号でこう突っ込んでって、こうね、赤信号気味っていうのかな、まあ、ほとんど赤だったんでしょうけども、まあ、信号無視って扱いになっちゃうのかな。で、その車をね、こう、大至急捕まえに行ったシーンに、ちょうどその場にいたんですけども、あれはね、切ないですね、見てる方もね。なんちゅうのかな、で、そのね、突っ込んでった黄色信号とか、まあ、赤気味で突っ込んでっちゃったね、車がね、まあ、BB なわけですよ、トヨタの BB。ねえ、そのさ、BB なんて捕まえなくていいじゃないですかと。もうちょっとね、悪い人いるじゃない、いっぱい。すごい、だってさ、自分が普通に運転しててさ、なんか乱暴なね、横入りする人とか、ウインカーかけないでね、車線変更する人とか、結構危険な運転の人いるよ。だって自分がなんちゅうかな、大して車乗ってないけども、乗った時に必ず目にするような、そういう悪い人がいるから、そういう人をね、もう積極的にね、あの、警察の方々も捕まえてほしいなと。ちょっと赤気味で入っちゃった BB はね、僕ね、見逃していいんじゃないかなと思ったんですけど、まあね、そんなわけでね、まあゴールデンウィーク中いろんなパトカーを見たんですけどもね、あのね、ちょっとまた北海道ローカルで申し訳ないんですけども、札幌にはね、あの、最近ロイヤルの後期、クラウンのロイヤル後期のパトカーがすごいね、導入されたんですよ。なんで見る機会すごく多くてですね。まあ札幌はそんな状況ですよと。で、札幌ね、ちょっと郊外、ちょっとね、離れたところに、ね、長沼町っていうのがあってね、その長沼のあたり、ちょっと私ね、軽く車で走ってる時にですね、なんとね、まあ前も見たことがあるんですけどね、あの、ロイヤルじゃなくてアスリートのパトカーを見たんですよ。まあ、全国的にも走ってる車あると思うので、あ、アスリートのパトカー俺も見たことあるぜっていう方もいらっしゃると思うんですが、今回見たね、アスリートのパトカー何がすごいかっていうとね、タイヤにね、あの、ホイールがね、あの、オプションのホイール入ってるんですよ。あの、ロイヤルじゃなくて、まあ、ごめんなさい、アスリートとかで、なんていうかな、こうちょっとメッシュの、こう、メッシュがたくさん入ってるタイプの純正のね、純正のアスリートのホイールで、あれ選べるんですよね。あの、高いやつね。で、そのメッシュ入ってる高いタイプの純正のホイールが入ってるパトカーで、お、珍しいなと。大体あの、パトカーってこうね、あの、ちょっとずつこうね、値段下げるために、ああいうとこは普通のこう、割とこう、廉価版の方のホイールが入ってたりとかね、するんですけども、あのロイ、あの、アスリートのパトカーはね、めちゃめちゃかっこいいタイプの、あの、しかもメッシュが入ってる方で、黒の方かな、メッキ感が多分2つ選べるんです、あれ。あの、ちょっとね、こう、ダークっぽいクロームが入ってる方が高い、あの、アスリートの純正のホイールなんで、そいつが入ってたんですよね。でもなんかすごいなと。アスリートでこんなに金かかってるパトカーがあるんだと思ってね。あれは結構見とれちゃいましたね。で、あの、アスリートのパトカーはやっぱ顔面がやっぱね、あのグリルがでかいんで、前期ですよね。前期のやつなんですけど、まあかっこよかったですね。あの、なのでその、アスリートのパトカー、俺も見たことあるよっていう人いたらね、ぜひね、コメント欄にね、書いていただけたらなと思います。と、私がね、かつて、このゴールデンウィーク中じゃなくて、かつて乗ったことのあるパトカーというか、大体スピード違反とかすると、あの、ちょっとね、リアに乗せられるじゃないですか。あの、セドリックとか、あの、クラウンとかのリアに座らされて、こう、事情聴取されて、赤切符とか切られるんですけども、私はね、あの、セドリックの覆面パトカーのリアには乗ったことありますね。あの、スピード違反で。あとはね、でかい、なんか犯人護送用の、なんていうか、警察車両あるじゃないですか。あの、なんか機動隊みたいなやつ。あれにもね、乗ったことありますね。あれはね、二十歳ぐらいの時に、あの、このね、私のクルーズソフトチャンネルの中にも乗っかってるんですけども、あの、スピード違反をしたことがありましてね、あの、128キロ、青梅街道、東京の青梅街道を、50キロ道路を128キロで、こうバイクで走ってる時に、まあ、ちょっとタイミング悪いと捕まってしまったと。78キロオーバーだということで捕まった時にはね、そのね、でかいその箱に入れられましたね。箱というかその、あの、パトカーというかなんか装甲車みたいなやつ。でね、まあ、たまたまそこで緊急配備というかやってた話で、それにたまたま引っかかっちゃってね。で、私はその箱に入れられて、こう事情聴取とかされたり、免許持ってかれたりとかいろいろなんで、大々的に1時間ぐらいいたのかな、あん中に。そしたら横丁のテーブルにはこう入れ替わり、立ち替わり、こうなんていうかな、あの、軽微な、あの、スピード違反した方が入れ替わり立ち替わり入ってくるんですけども、なんせ私は78キロオーバーっていうね、もうその辺の警察官もね、君これちょっとどうなってんのみたいな、あの、大事件化してしまったんですね。その中で、まあ、取り調べというか、あの、事情聴取を受けてたんで、
やたらめったらもう1時間ぐらいいたんでね、もう隣のテーブルはいいなとすぐ帰れて、俺なんてもうね、なんで1時間見なきゃいけないんだと思いつつもやっちまったなって気持ちだったんですけども、まあ、そんなわけでね、まあ、割とパトカーの中には乗ったことがあるかな。ただ、ね、最近はゴールド免許なので、ここ5年間ぐらいは乗ってないですね、パトカーには。なのでこのままね、引き続きね、あのパトカーのお世話にはならないだ、ならないような安全な運転していきたいなと思います。あの、風にもね、このゴールデンウィーク、パトカーのお世話になってしまったという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、コメントをしていただけたら、あの、私もね、ちょっと、ぜひ励ましのコメントを入れたいと思いますので、皆様のパトカーのね、お世話になっちゃった話、何かありましたら、コメント欄にぜひお願いいたします。というわけで、今週は、パトカーのお話でした。はい、それではエンディングになります。ゴールデンウィーク期間中だったのでね、ちょっとショートバージョンというか勝手にショートバージョンにしてしまいましたけども、今週のラジオこれで、まあ、おしまいということなんですけども、あの週明けですね、5月9日の日に、毎月恒例ですね、社名別新車販売台数ランキングがありますということで、こちらでね、あの4月分の車の販売台数ランキング発表されますが、一応振り返りますとね、3月の時点、3月分だと1位がノート、2位がプリウス、3位がアクアでしたというところで、こちら1、2、3、ね、4位が CHR だったんですけども、で、まあ4月どうなるかというところで、CHR がね、よく見るようになりましたね。国産初かな、トヨタ自動車では初なんですけど、流れるウインカーがね、結構あの初作用なので、CHR は見るとね、まあ、ウインカーが流れてますわ。流れてるウインカーっていうのはまだ台数が少ないのでね、まあ、目立ちますよね。なんかかっこよく見えますね。ただね、なんかね、まあ、自分の車が流れないウインカーなもんかわかんないですけど、ちょっと流れるウインカーを見るとなんかこうね、ちょっと面白くないですね。なんかね、こう、羨ましい気持ちなのか、妬みとかそういうレベルよりはもっと軽かにね、あの、遊び心を持った気持ちで見てるんですけども、なんかこう面白くない気持ちになるので、ちょっと笑いながら笑ってしまいますね、なんかね。あの、その昔、やっぱドアミラーウインカーがね、一部高級車、あの、ベンツですよね、W220 でしたっけ。ウインカー初採用したと思うんですけども、あれに初採用された時に流れるウインカーはもう高級車の証だということで、そこからまあ日本車初でシーマ50シーマが採用してっていう形で、今となってはね、まあ、どんな車もドアミラーウインカーなんかついてますよね。あの、別に高いパーツでもなければ、なんかその高級車の証でもなければ、ただついてると、ウインカーがドアミラーにくっついてる当たり前でしょみたいな、そんなノリなので、流れるウインカーもね、そんなにしないで、まあ、10年もしないで、普通の部品になるんじゃないかなと思ってるので、まあ、今このね、時代の変遷期っていうんですかね、流れるウインカーが多少嫌味に感じるこの瞬間を、まあ、ちょっとね、自分なりに楽しもうかなと思っています。私みたいな感覚の人ね、意外といるんじゃないかなと。流れるウインカー自体はかっこいいんだけど、なんか見ててちょっとなんかこう、ね、嫌味だなと。なんか流れてるけど、そんなとこまで目立つ必要あるみたいなね。そんな気持ちを持ってる人もいたら、ぜひね、あの、コメントしていただけたら嬉しいですね。なんかそういう、ちょっとね、こう、多少皮肉じみた、こう、なんか、こうね、こういう気持ちって結構、なんていうかな、次買うときはきっと私ね、間違いなく流れるウインカーの車を買うと思うんですけども、こういうなんか、ないときに手にしちゃったら、そういうのって結構ね、すぐ収まっちゃうし、手にするした瞬間に、こういう気持ち忘れちゃうのでね、手にするまでのこの時、車とかってやっぱ選ぶまでが楽しいですからね。散々選んで悩んだけども、結局買ったら、1ヶ月ぐらいで飽きますよね。なんか別にいいや、みたいな。あの、ね、その買うまではやきもきしてたけども、いざ買っちゃうとね、別に週末乗ることもなければ、まああるなと。で、洗車行って週末おしまいみたいなね。なんか車があったらどんだけハッピーだろうと思ったけども、実は買ってしまうと別にそんなにハッピーではなかったと。まあ普通だったな、みたいな。意外と現実的だったな、みたいなね、感じになると思うので、今ね、この手にしてない時こそ感じれる何かをね、いろいろね、こうみんなで話し合えたら面白いなって思っております。あとは、そうですね、まあクラウンですかね、3月の販売台数の時はね、あの30位がクラウンだったので、ぜひ今度の社名別ね、新車販売台数の時には、クラウンがね、消えないでね、で、残ってくれたら嬉しいなって感じがします。こちらね、クラウンの行方が本当に社名別新車販売台数ランキング楽しみなので、5月9日火曜日ですね、こちら楽しみにしたいと思います。本日でゴールデンウィークはね、本当におしまいということで、楽しかった方も、まだまだね、こう消化不良、
と思った方もね、次休みなのってあれなのかな、海の日なんですかね、祝日的なものっていうのは。ちょっとね、休日とかがない日が続きますけれども、まあね、毎回あるとありがたみが減っちゃいますから、多少ね、ちょっとね、この暖かくなる時期ですかね、暑くなる時期ですね、ちょっとこうね、頑張って、いただいて、ね、僕も頑張りますけども、その中でね、次休みがあってまたわーっと遊べたりとか、ゆっくりできたりするとね、喜びもまたひとしおかなと思いますので、学生の方も社会人の方も、あとはこう、ね、会社生活とか全て引退して、今悠々自適なね、すごいストレスのない生活をしていますっていらっしゃる方も、みんなみんな全てこのね、5月6月っていう月がいい月であることを私は本当に祈っております。みんなで楽しく5月6月乗り越えていきましょう。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。